当社は森戸大明神という名称で神様のお名前をそのまま神社名として使わせていただいているんですけれども、まあ、通称森戸神社で皆さんからは親しまれていると思います。鎌倉の頼朝公が1180年のご創建ということで、この由緒書と呼ばれるものにも記載をしているんですけれども、今から800年ほど前に鎌倉に近いこの場所にご鎮座をされた神社でございます。まあ、古くからですね、七瀬払いっていうお祓いの霊所として非常に大切にされてまして、鎌倉幕府に災厄が降りかかると、この森戸の地域から江ノ島の流血まで7つの、まあ、海や川をお祓いの霊所として、ずっと七瀬払いというお祓いが続いて行われたんですね。禊っていうのは、まあ、我々神職でいうとお祭りの前とかに海に入って自分の体についたもの、心についたもの、そういう罪汚れって呼ばれるものを落とすために行うんですけど、鎌倉時代にも同じように行われたんだと思います。お祭りされてる神様としては、大山積の神様と琴白主の神様っていう二柱の神様をご本殿にお祭りします。大山積の神様はもうその名の通り山の神様で、土地を滑る神様なので非常に強い護身を持ってらっしゃるということが、やっぱり古事記の中でも記されてたりします。琴白主の神様っていうのは、まあ、一般的には恵比寿様と同一視されることが非常に多くて、海の神様であったりとか福の神様として同一視されることが非常に強いと思います。なのでご本殿なんかは開運とか厄除けとか、要は自分をきれいな状態に戻すために行うようなご祈祷っていうのが非常に多いっていうのが事実ですね。この地域自体が小宝石、小海石っていう信仰が非常に強くて、海の波に削られて石が生まれてくるんですよね。土地が削れて石が、こう丸石が生まれてくる、その信仰が非常に強いので、古くからうちも水天宮というお社が祀られてて、安産とか小宝とかお子様の生育祈願だったりとか、そういうのが非常に強いので、お宮参りはじめ七五三なんかも多いですし、安産とか、まあ、近年特に多いのがやっぱ子授けのご祈願が非常に多いですね。まあ、白い状態に戻るっていうか、純真無垢っていう言葉があるじゃないですか、はい、なので神社にお参りしてお祓い清らかな状態になると、純真無垢な状態に戻るので、そうするといい縁が寄ってくる、いい縁を結ぶことができるっていう意味で、お若い女性の方なんかは良縁のお祈りによくお越しになってるのかなとは思いますけれど、名島っていう島なんですね、あそこは鳥居が立ってるところが、名島の神社の方から見てもらうと、左手にちょっと小高くなってる部分があるんです。その上に実は朱色のお社が立っていて、大和田積のお神様という海の神様を祀ってます。まあ、御朱印については参拝の証、証明としていただくっていうものがまず第一としてあると思うんですね。長年ずっと使ってきたこの御朱印と言われるハンコにはやっぱり御神印が宿るわけですよ。なのでこの朱印がただ単にスタンプではなくて、神様からの御神印であったりとか、神様と自分を結ぶ御神縁と呼ばれる縁を結ぶための大切なものとして扱っていただきたいので、まずはお参りをしていただく、でお参りをした上でその御神印をいただくっていう形を取っていただけると、まあ神社としても非常にありがたいなと思います。当社は昔から宮神輿っていう、神社が持ってるおみこしっていうのはないんですよ。なので各町内がおみこしを出してくださってるんですね。これは非常にありがたいことで、おみこし自体は神様をお乗せするための、まあ、乗り物なんですね。なのでその神様に地域を回っていただくことによって、地域の状態を、まあ、確認していただいたりとか、各地域に神様のご神印を分けていただいたりとか、もちろん中にはお祭りだけどなかなか神社に足を運ぶことができないような方々に対しても、すべからく神社のご神印、神様のご神印が届きますようにということでおみこしを出すわけですけど、まあ、あとは浜織っていうのはやっぱ海のそばだからならではですよね。海にも神様がいらっしゃるので、同じようにこう海に入ることによって神様と一緒になろうっていう、そういう考え方もあると思います。もう今ではかなり風物詩的な部分も非常に強くなってきて、多くの見物の方もいらっしゃいますけど、霊祭っていうのは神様の誕生日なんですよね。その日にご鎮座をされた日を奉祝するためのお祭りなので、なのでうちで言えば9月8日が神様の、まあ、分かりやすく言うとお誕生日なわけですよ。その誕生日を地域挙げてお祝いしましょうという考え方の中で、おみこしはより賑やかなものとして、で神社の方では厳粛にご霊祭というお祭りをすることによって、より神意をいただいて地域の安寧を祈ったりとか、日本の安寧を祈ったりとか、氏子さんの方が日々平穏無事に過ごせるようにということ、また一番大事なのは
この1年間無事でありましたことへの感謝ですよね。地域が何事もなく平穏であったことへの感謝をお伝えする、そういうようなお祭りが例祭ですね。